提督の艦隊は2015年に公開されたオランダの映画ミヒール・デ・ロイテルを描いた伝記映画であり、ロエル・レーネが監督を務めている。2015年1月26日にアムステルダムのオランダ海洋博物館でプレミア上映が行われ、同月29日に劇場公開された。日本では劇場未公開でワウワウで放映された後、2016年2月5日に DVD 化された。撮影風景監督はロエル・レーネ、プロデューサーはクラース・デ・ヨングが務め、800万ユーロの制作費がかけられた。主役のロイテル役には、ヨリック・バン・バーヘニンゲンが検討されていたが、彼は最終的に出演契約を結ばなかった。2014年5月9日にキャストが発表された。撮影は、ゼーランド州、テセル、ワッテン海、リダーザールで行われた。映画は、公開前から、オランダ植民地主義を称賛していると複数の団体から批判されていた。しかし、映画では植民地支配への言及は皆無であり、オランダの勢力拡大に貢献したオランダ東インド会社とロイテル指揮下の海軍に保護されている商船について言及しているのみだった。映画の主題はロイテルを除いて内政問題であり、ヨハン・デ・ウィットの惨殺事件やウィレム3世がメアリー2世と結婚するまでのイングランドとの関係が描かれている。ありがとうございます。